マイラジオ。皆さんこんにちは、クルスマイです。さあ始まりました、クルスマイのマイラジオ。このラジオは私クルスマイが自由でフリーダムなトークをするというコーナーになっております。よろしくお願いいたします。いやー、ほんと寒くなりましたね。もう冬かな、もう雪降りそうですよね。いや、今年は雪がたくさん降るといいんですけれどもね、たくさん雪遊びができたらいいなと思っております。そして今回はまたクイズを用意していただいているということですけれども、さあ今回は山部さん、どんなクイズを用意したのでしょうか。はい、最近わりかし調子、いや、半分半分くらいかな、だんだん上がってきました。わりかしレベルアップしてきてるんじゃないかなって自分の中で思ってるんだけど、どうでしょうか。今回も今回はですね、音楽の問題。音楽ね、音楽、音楽です。音楽得意ですか。いや、まあ得意ではないよね、音痴だしね。だってこの歌は何でしょうみたいな。まあ記号とかですかね。記号、楽器とか。楽器、いや、まあとりあえず行ってみましょう。4問ですよね、はい、今回も。了解です。それでは行きましょう。第1問。次のうち半音上げる記号はどれでしょう。そういう系。1番フォルテ、2番シャープ、3番フラット。待って、シャープ以外記号のマーク知らねえんだけど。4番クレッシェンド。いや、もうシャープ以外わかんない、形がわかんない。シャープってあれでしょ、電話にくっついてるシャープでしょ。そうですね、ハッシュタグみたいな。米印、米印もあるよね。米印はない、なかったっけか。シャープ、フラット、クレシェンド、半を上げるやつね。はい、シャープはまずないでしょ多分。シャープの意味すら分かってないけどね。そこが問題、ね、フラット、クレシェンド、クレシェンド、フォルテ、クレシェンドですね。シャープ、フォルテ、クレシェンド、フラット。フラット、はい、ほんとわかんない、マークがわかんない。いや、わかったとしてもわかんないだろうけど。半音上げるのね。そうです、上げるの。はーからふーになるってこと。あ、そうです、そうです、そういうこと、そういう感じで、そういうことです。おー、シャープはないと思うからクレッシェンドにしよう。フラットでいこう。フラット、うん、正解はシャープでした。シャープかーい、一番ないと思ってた。シャープかーい。ダメですね。ちなみに フラットは何なの。ちなみにフラットは半音下げる。あ、下げちゃうのね。でフォルテは強く、うん、音を強く出して、ほうって感じね。ほうって感じね。ほうってやつですね。クレッシェンドはだんだん強くして、ね、だんだん強く、おーおー。なるほどね、一瞬で忘れました。はい、次。はい、第2問。交響曲第5番破綻調運命を作曲した人は誰。どういう歌、ちなみに運命って。運命は聞いたことあると思います、うん、有名な曲。はい、チャララララランみたいな曲。運命的どんな歌だっけ。どういうとこでよくかかってる歌。わかった、ベートーベンでしょ。あれ、お、ベートーベンじゃなかった。ベートーベン、ファイナルアンサー。へえへえ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解は、うんうんうん、ベートーベン。お見事です。まあ、それはわかるよ。わかりますよね。わかったよ、さすがに。ちょっと危ないなと思ったけどね。若干危なかったですよね。うん、一問正解しましたね。3問。はい、3問。この楽器は何でしょう。楽器かい、わかるよ。なんだっけ。いや、まさかの。まさかとかあるんですか。トランペットじゃないのそれ。トランペット、お、その長いさ、これがありますよね。これ何、これスライドです、ね、スライドしてパパ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 パ
ってやつですね。トランペット。トランペットってでもさ、もっと短かった気がする。それ何？いや何がそれが答えなんだけど、トランペットじゃないかな。ファイナルアンサー。うん、多分。他の候補ありますか？いやもう思いつかない楽器。ファイナルアンサー。正解は。トロンボーンでした。トロンボーンって言うんだ、それがそれトロンボーンって言うんだ、ね、あれ山ちゃんちなみにトロンボーン吹けるんだ。じゃあこれを吹いてたら、はい、それトレン、トラン、トレンボーイ、トランボーイ、トロンボーイ、秒で忘れるから。秒で忘れました。最近物忘れすごく激しいのよ。関係ない。今のは関係ないよ。物忘れとかのレベルじゃなかった。4秒、3秒で忘れました。鶏だからね。鶏、最近鶏化してるんだよね、私ね。ちょっとわかんないですが、はい、最後いきましょう。ラスト、次こそは。この記号は何でしょう。よく習ったよね。ヒントとかある？ヒントとかある？なんとか記号です。なんとか音記号ですね。音記号、なんとかガントラ音記号、はい、まあ、そんな長くないですけどね。なんとか音記号、はい、トーン記号、いや違う、もっとね、洒落た名前だった気がする。洒落た名前もっとおしゃれな名前だった気がする。もっと身近な音楽の問題かと思ってたけど、ガチの音楽の問題なんだね今回。ああそうですね、まあトーン記号じゃない。ファイナルアンサー。え、ちょっと待って、最初の文字とかはある？最初の文字は一文字なので、じゃああんまり言えないです。一文字なの？はい。あ、じゃあトーン記号じゃない。ファイナルアンサー。もっと洒落た名前だった気がするんだけどな。洒落た名前だった、なんかおしゃれな名前だったような記憶がある。フォルティッシモみたいな感じ。そうよね、いい、はい、そう。トーン記号でいこう。お、わかりました、うん、もうトーン記号でいこう。そしたら正解は、うん、トーン記号でーす。おー正解です。おー、もっと洒落た名前かなと思ったけど、まあトーン記号だったんだね。洒落た名前って何ですか？なんかここら辺にそういう習った感じの片隅にいたんだろうな。そうですね、トーン記号がね出てきたよ。いやいやいや、素晴らしい。でも基本っちゃ基本かなと思うんですけど。じゃあ基本なの？基本。いや、私でも楽譜とか読めないしね。あ、まあ難しいですよね。読めない。でもギターはね弾けたんだよね。いや、弾けるんですか？フォークギターはね、ちょっとできる。僕、あのね、中学生の時にね、文化祭でね、フォークギター弾いたんだよね。あ、そうなんですか。そう。へぇ。そう、ギターはできるんだけど、若干。もう、まあ、最近やってないからね。じゃあ、ギターを弾く舞さんも見れるかもしれないけど。そうだね。頑張ろうかな。うん、たまにやりたくなるんだけど。そうですね。そう、なかなかできないんだよ、今は。今は。なかなかできないんだよ。そうなんでございますよね。ということで、今回ね、2問正解しましたけども、何点ですか、それは。半点？半点？半点？50点？50点？50点？まあ、半点です。3点、はい、最近ね、2問正解が多い気がするの。そうですね。そうなの。ないギリギリのラインを攻めてる感じしますね。そうなの。え、これはさ、次回からさ、全問正解したら何かさあるとかないの？あ、そうですね、それもいいですね、うんうんうん、なんか正解したくなりますもんね。そうそう、本気出してくる、本気出してくる、うん、次はちょっとじゃ考えてみますね。そうしましょう。そうしましょう。そうしましょう、はい、全問正解すればなんとみたいな感じでね。はい、はい、じゃあ次回は全問正解目指して頑張ります。はい、ありがとうございました。皆さん次回もお楽しみに。バイバーイ。